復興への羅針盤です。震災発生から6年余りが経ち、ハードの整備がピークを過ぎた今、大切なのはソフト、すなわち人への支援です。宮古で若者の人材育成や定住化に取り組む NPO と活動を支える男性を取材しました。宮古駐在高橋和人記者の取材です。今年4月、宮古で行われた今年度最初の県政懇談会です。自分の将来像っていうのがこう宮古で描けないと、やっぱり帰ってきたいとか実際帰ってくるっていう一歩踏み出せないと思うんですね。でそういったところで、こういうかっこいい大人たちがいるよとか、大人のコミュニティを作って、その高校生たちとつなぐ、大学生たちとつなぐっていうものをできればと思っております。被災地の未来を担う若者が地元に戻ってこられるようにと、達増知事に訴える一人の男性がいました。早川明さん、30歳です。早川さんは宮古の NPO 法人宮古ベースの事務局長を務めています。市内中心部にある拠点施設は若者向けのフリースペースとして開放され、中高生を中心に交流の場となっています。そうですね、今の宮古とか最近の学校の様子とか話すことが多いです。何かしたいという人たちがここに集まってきていると思うので、何かしたいって思っている自分には結構刺激になる場所です。震災から6年余り経った今も地域に根ざし地道な活動を続けています。そうですね、やっぱり6年前来た時とはもう全く、別の町といったらあれかもしれないですけど、と思えるぐらいこう、変わってるなという、なんかずっと昔のような感じに感じるので、あっという間なのかなと。早川さんは福岡県北九州市出身です。留学先から日本に戻った直後、東日本大震災が発生し、2011年6月から宮古に入りボランティアを続けてきました。共に活動していた高校生たちをサポートしていたことがきっかけで、宮古ベースを設立したのはそれから2年近く経ってのことでした。人口流出が進んでいくと、で、その復興と言われるものの先に結局その、元の町に戻ってしまうんじゃないかっていうのも当時から言われていたので、でしたらこうやっぱりその担い手となるのはこういうふうに高校時代から一生懸命活動して地域とつながるというか地域のことを知っているあの子たちが、本当に必要になってくるんじゃないかなと思って。当初は震災を経験した高校生による交流の場としてスタートした宮古ベース。取り組みを進める中で交流から地域の復興へと参加者の意欲が高まっていきます。活性化のアイデアを発表する高校生プレゼン大会やふるさとの良さを見つめ直す地元修学旅行などを企画し、活動の理念に共感する大人たちも増えました。おととしには NPO 法人格を取得します。そして先月20日、宮古のシンボル浄土ヶ浜を望む会場に若者たちが集まってきました。1年目から3年目の社会人を対象に初めて開催された催し、ルーキーズカレッジです。すごい悩みが多いというか、学校から離れて独り立ちしていくまでのすごくこう不安定な時期だろうなと思うんですね。そういった中で今回のルーキーズカレッジは働く意義の理解であったり不安の共有であったり、私が20代で一人で、あと他の人はもう40代になってるので、やっぱりすごい仕事の悩みとかは全然話せないので、
復興需要の高まりとともに、確かに今、宮古に職はあります。しかし、震災前、企業の多くが採用を控えてきたことで、今の新入社員は相談できる若手の先輩が少なく、孤立感も高まってしまいます。定住を進める上で、若者への就業支援、特にも職についてからのケアが被災地では求められています。早期離職してしまうという姿を見ていたので、なんとかそれをこう食い止めたいなと思って。参加者たちは自然にふるさとの復興へと議論を発展させていきました。大自然というものはやっぱ地方にしかないものだと思うので、それが好きだっていう方も多分いると思うので、大人の人と交流して、なんか本当に街全体でなんか楽しめるというか、活力ある街になっていけばいいんじゃないかなと。宮古ベースを立ち上げた早川さん、宮古に来て6年、30歳になりました。この NPO で活動した若者たちが一人でも多く宮古に戻ってこられる環境を作り、地元で生まれ育った人たちに引き継ぎたいと考えています。いろんな課題がもう先に来ているような状況だと思うので、そういう意味ではこう、まあ、復興のそのずっと先、若い人たちが、まあ、限られた人たちがやるのではなくて、まあ、いるここにいる若い人たち一人一人がこう、まあ、力を発揮して、住民に寄り添う宮古ベースの国、被災地宮古で未来を支える環境づくりの確かな力となっています。